亡霊のいたずら。あーやっと帰ってきたよ7番街。ヘリだ。カプコン製か。ハゲいなかった今。了解ですよね。ハゲだ。誘導工作開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に戦う。うちは昔からそう。レノってなんとかだなっとって喋り方しなかったっけ。全部潰れちまうぜ。と喋り方変わった。今さら善人ぶるなよ。あ、一応言うんだ。ただの巡回だろ。行こう7番街。今のがね、巡回セールスマン問題。あー帰ってきた。あー疲れましたねって。完全回復してる。購入。何もない。ふう。まあとりあえずチャプター変わったんでセーブだ。ここどこだ。もう7番街入ってんのかな。ハイ列車やばい。マレッシャいそう。っていうかアンチャレッシャ。通称列車墓場。列車墓場。ジャンクパーツの宝庫。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが7番街のはずだよ。明かりのついている場所を通っていこう。明かり明かり。あれだな。明かりちゃん。明かりをたどる。ラクソとかもね、基本はしごには松明たかれてたりして、明かりを追うと戻ってこれなくなるやつ。もうあの回復ポイントには帰れない。人全然いないね。普段は誰も近寄らない。いる方が怖いよね、こういうとこ。じゃなくて怖い噂もあるし。噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだって。お化け。お化け。子供騙しだって思うよ私も。でも早く抜けよう。ここからは少しの間ティファの操作で行きたいから、ティファの条件、モーダを浴びせね。アビリティ、魔法で連撃する。うん、まあ使ってみるか。相手になってあげる。そっちは任せる。よしやっちゃおう。いいとこ見せなきゃ。やってやる。そしてけ。私に任せて。おら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 。敵が弱すぎる。アビリティこれだ。くっそ敵が弱すぎる。おりゃ敵が弱すぎて使う前に死んでしまう。先制攻撃をティファにつけた方がいいかもしれない。まあね、結局アイテムチェックに戻ってくるんだよ。せめて潜りメダルをくれ。よし戻ってきてよかった。こっちが正解か。明かりついてるし。今ティファのまたぐらに頭突っ込んだ。ここもでも電気ついてんだよね。こっあっちが行く道だからこっち先行った方が良さそうだね。アイテム回収するなら。おレアそうな色。ミスリルロッド。
たミスリルロッド、ミスリルが来ましたよ。ミスリルが、杖からバースト中の敵にヒットさせるジャッジメントレイを、あ、アクティブタイムバトルに消費してバースト時、あ、ダメージ倍率アップ入りますってことは、やっちゃった強化前にやっちゃったや。何つけてたか分かんなくなるやつ。まあ、ついにダメージ倍率アップのね、技を手に入れた。もう拡張してやる。キルドレイン、これは素晴らしい。あれ、でもエアリスがキルするか。 MP 満タンで魔法 20% アップ。でもそれ使ったら減りますよね。2個増え、もともとこれそんな少なかった、2個しかなかった、あれ3個あった気がするんだけど1個しか増えてない気が。まあ、いや、まあ、あと魔法攻撃を上げていくスタイル、 MP も欲しいね。また魔法攻撃力をもう上げられない。やっちゃったやっちゃった。何ついてたっけ。おお、回復を全体化だ。よしよし、祈り、こうか、こうやったらいいのか、こうやって優先して祈りこっちに持ってきて、回復こっち持ってきて、炎で全体化。範囲化、とりあえず500だからそこまできつくもないもんね。いつの間にかマジカルがレベル上がっている。いや、来てよかった。ここ抜けるだけだったらこのチャプターは意外に短いのかもしれないね。よいしょ。あー、勝手に開いた。ホラーだ。あのバイオでもよくあるけど、この強制視点嫌い。新しい人かなこれ。人ってなんだよ。クリップシェイ。ああ、連打したら一瞬で終わっちゃった。全然バーストしない。もう一回使っとこう。攻略情報は検出できません。人を見つけると集団で襲いかかってくる。食料を求めて。これ人が食料ってことだよね。怖っ。ブリザード。やめてやめて。クラウドにひどいことする気でしょう。思ったより。あったんねー。ブリザード使いにく。ほらよ、着弾からあのダメージ出るまでにラグがあるから使いにくい。やっぱサンダーが一番使いやすいね。ヒアルラ消費が激しいですが、
入れない。何者かの気配がする。壊せる。なんだかんだでやっぱ FF6 のマレッシャーを思い出すよね。あなたは FF ファ？ファイファン派？ファイファン5。言いにくい。長い。結構広い。ん？うわあ、ホラーだ。フラジールちょっと思い出す。敵も出てきてんじゃん。これあれだよ、あの僕の息子が描いた絵が芸術すぎる件とかみたいな感じのやつして Twitter に上げたらバズるやつだよ。承認欲求増しましたよ。バズらせようぜ。ほらこれ写真撮ってほら Twitter に上げよう。アーリマンいない？これアーリマン、これなんだろう。これモーグリ？お前誰だよ。ザ・お化けって感じ。あ、そっち？まあ、行かないんですけど。ですよねー。一ギル？キャー、怖い。ロングウェイ？悪いの方のロング？まあ、なんていうか芸術的だよね。待っててくれたんだ。みんな優しいね。戦闘始まりそう。ヒットポイント大丈夫。全然攻撃。バースト持っていけそうにないからね。エアリスはちょっと。バースト。恐竜拳。ゲージ溜まってっか。お、行き止まり。ヒットポイントアップ。うーん、2個目を鍛え出すか。でもヒットポイント 50% アップって結構えげつない増加量だからね。やっぱ一つは鍛えておきたいっていうのはあるんだよな。結構減ってる。今1個でも鍛えてたっけ。全体ないね。鍛えときたいんだけどね。しょうがない。最近バレットに会ってない。バレットロスが発生してしまう。またバレットさんに罵られたい。
こういうとこって落ちられないよね。アンチャは落ちれるんだけど。嘘だろ、ネイト。まあ、テンポ悪くなるだけだから。まあ、RPG だからね。あくまでもここ、まあ、あとダクソも大体落ちるよね。子供の声が。え、何？ああ、落ちたな。大丈夫か？こっちはなんとか。まあ、心音ゲージが鳴ってたけど、鬼でも近いのかな。うん、平気。見て。まただ。調子に乗るな。おお、すげえ。地においで。ホイミ。私たち呼ばれてる。こっちにおいでよ。そっちじゃないよ。こっちかな？こっちかな？こっちの方がいいかな？それドナルドやね。はい、バズらせる。カム、カム、カモン。ねえ、この世界英語もあるんだよね。まあ細かいことは気にしてはいけない。ここが車両倉庫か。うら、あー、ボス戦かな。あ、これだけ見るとすっげえファンタジーな世界。これってウェルカム。行ってみよう。エレクトリカルなパレードかな。でも大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。わかったから。あざとい。離れてくれ。タッタッタタ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 タラララララタッ。ああ、一人で行っちゃった。なんだよ、幸せな感触が消えてしまったじゃないか。あ、私は目ざといんですよ。あそこにアイテムがありますね。そこにも。うん、回復ポイント行ってボスって感じかな。とりあえずね、アイテム回収に行こう。回収回収かつ回収、激うまギャグ。飛べエチゼ。あれ、どうやって行くんだ。ここ行く方法が見当たらぬわい。上か。宝箱は見えてんだけどね、行けない。まあ、分からんもんはしょうがない。もしかするとなんか動くかもしれないし、とりあえず行けるところから行ってみるしかないよね。見つけた。ねえ、あ、ちょっと何が見えてるんだ。ヤリスしよ、大丈夫か。林先生に相談。ああ、いたわ本当に。サイコブレイズのルビックくんかな。いやー、お化け。ダメだよ。ゴースト、これはすごい。なぜなら私には見破るがある。物理攻撃をシールド、魔法攻撃が出るリフレク。なるほど、順番に。今物理シールドが入ったからアビリティ黙ってねえよ。魔法なんて持ってねえよ。行くぞ。あ、バーストする前に死んだ。
消えた。バースト。よし、40個。そしてエアリスのゲージを貯めるためにジャッジメントレイ2本もいるんじゃねえかよ。たまんねえな、これは。チャンスは逃さない。このまま決めよう。貯めろ。ですよね。たまんないよね。君は。待って。こいつはモンスターだ。そうだけど。こいつはモンスターだの意味がちょっと違うのかと思った。泣いてる。泣いてる。両親の方がモンスター、モンスターピアレンツ。あ、なるほど、列車を落としてくれるのか、俺たちの上に。逃げろ、上から来るぞ。無事か。うん、ありがとう、クラウド。別のルートを探すしかないな。